はい、皆さんこんにちは。今日紹介しますのはですね、ずいぶん前ですけども、こんなプラモデル購入しましたよというお話をしていました。ゴッドフェニックス、パーツを切り離しまして、そこそこ、切り取ったところをきれいにして、と今仮組みやって、どんな風に塗装しようかなとか、ここはこう調整しようかななんていうところを考えているところなんですけども、ちょっとプラモデルの出来自体ですね、ちょっとびっくりするぐらい良かったです。これとても組みやすい商品だと思いますね。仮組みだから何とも言えないんですけども、パーツの合いもバシッと決まりますし、なんせほぼパーティングラインとかね、つなぎ目を消すなんていう作業をしなくてもいいように設計されてるっていう、考えてみれば、思ってみれば長谷川さんのミネルヴァよりも作りやすかったですね。全然作りやすいと思います。本当に国産のプラモデルよりちょっと作りやすいぞっていう、ちょっとね、そこがいや、これ韓国のプラモデルなんですけども、韓国のメーカーですね。いや、ちょっと国産のメーカーさんもちょっと考えた方がいいんじゃないのかなと。こんだけ複雑な形しているメーカーなのに、もうほぼつなぎ目消すところもなく、パーティングラインの処理もさほど、ほとんどのパーツがですね、これアンダーゲート処理されてまして、本当にランナーでそのまま色塗っちゃってもよかったかなっていうぐらいですね。本当によく切れるニッパーさえあれば何の問題もなく一瞬で作れるんじゃないかっていう、それぐらい、びっくりするぐらい優秀なキットでした。まだね、色塗ってないので何とも何ともなんですけどね。これが G2 号。G2 号ね。クールでニヒルなんて言ってましたけど、ちょっと私ね、第1話見直してみたら全然クールじゃないですね。もう、バードミサイルが撃ちたくてうずうずしてるだけの、ちょっとイカれたお兄ちゃんですね。俺にミサイルを撃たせろみたいな、太田さんみたいなキャラでしたね。第1話見るだけだと。よいしょ。そしてこれが、純ちゃんのバイク。これもなかなかね、左右貼り合わせにしては形がバシッと決まっていい感じだと思いますよ、これね。よいしょ。そして、G4 号。ピントが今一つ合わないかな。こんな感じで、ちゃんとね、差し込んではいないですけども、小さいけど結構かっちりとしたいい出来じゃないですか。その分塗り分けが大変そうっちゃ大変そうですけども。こんな感じで、なかなか優秀、組みやすい。飾り台なんかもね、ちょっと飾り台変な形してますけども、これはね、バードミサイルのスイッチですからね、なんともなデザインですけども、でも遊び心があっていいんじゃないかと、ね。あとは難点はですね、各メーカーは全く収納できない、全部ちゃんとした、ゴッドフェニックスにするときには全部外して、どっかにしまっとかなきゃいけない。多分ね、上かなんかこの辺パカッと外して、中に収納できるような作りにしていてくれればよかったのになと思うんですけどね。この中にここが蓋になってますんで、そこのところで、中に突っ込んどこうかななんて思ってますけど、収納箱みたいなの作って それかね、この下が電池ボックスみたいになってますから、この中に入れといてもいいかな。でもまだまだ先は長いですけども、これから塗装したりとか何かやんなきゃいけないので。でもここまで組みやすいとは思わなかったです。本当にサクッとスプレー、ランナーごと塗って、よく切れるニッパーでパチパチパチってやってしまえば、本当にそれで組んでも、できちゃいそうな感じがしますね。私の場合ね、よく切れるニッパーがないので、ちょっといろんなところヤスリかけたりして手こずっちゃいましたけど、そんな感じで、これアマゾンさんでも今でもね、定価より安く買えるというね、転売屋さんも全く、こんなものを売れねえだろうみたいな感じで手をつけてないというね。これがね、普通の商品の売り方ですよね。転売屋さんがいなければ
アマゾンさんだってメーカーさんだってちょっと何割引きからやる売りましょうかみたいなことを考えるんですけども、どうせ転売屋さんが一瞬でもう買い漁っていくんだらっていう感じで、この間のアーマードバルキリーみたいにね、もう転売屋さんが買うんだからっていう、最初からその気でもう値引きなんか考えてないですもんね。もう全部定価でいいやってね、100個でも200個でも注文してくれみたいな感じだと思いますけど、もうね、あれじゃもう我々たまったもんじゃないなって感じはしますね。なんかね、とばっちりって感じです。まあこれはね、今でも定価で買えます。ちょっとね、造形的にはちょっと癖があるかもしれないですけども、ね、結構こういったところの、エアダクトの横のところのオリジナルのアレンジね、ちょっとオレアレンジみたいなのが結構随所に見られるのが、鼻につかなければ、ね、私の場合はね、これぐらい、許容範囲かなっていう感じはしますんで、あらら、どっか行っちゃった。まあ許容範囲。ね、まあスタイルも良くていいんじゃないですか、これなかなか。ね、ここの透明なところはですね、今、すんごい迷ってるんですけども、透明は透明で綺麗なんですけども、やっぱりねこういった透かした時に棒みたいのが見えちゃったりとか、中がね、特に何が入ってるってわけでもないので、ここはもう設定通り真っ赤に塗っちゃおうかと思ってます。まあそんなところですね。また完成しましたらご報告いたします。今日は短いですけども、はい、失礼します。